ディアハンターは1978年公開のアメリカ映画。制作はユニバーサル映画。監督はマイケル・チミノ。脚本はデリック・ウォッシュ・バーン。主演はロバート・デ・ニーロ。第51回アカデミー賞ならびに第44回ニューヨーク映画批評家協会賞作品賞受賞作品。ベトナム戦争を扱った映画であり。 また1996年に米国連邦議会図書館がアメリカ国立フィルム登録簿に新規登録した作品の中の一本である PG12 指定ジョン・カザール出演作の遺作となったペンシルベニア州ピッツバーグ郊外にある町クレアトン製鉄所で働くロシア系移民のマイケル、ニック、スティーブン、スタン、アクセル、ジョンは休日になれば 全員で鹿がりに赴く、ごく平凡な仲間たちである。そんな彼らにもベトナム戦争の影が迫っていた。徴兵で、ベトナムに向かうマイケル、ニック、スティーブンの壮行会が、スティーブンとアンジェラの結婚式も兼ねて行われる。彼女は別の男との子供を妊娠していたが、スティーブンはそれを承知の上で式に臨む。式も終わりに近づく頃、ニックは、 突然リンダーにプロポーズし、彼女は喜んでそれを受け入れる。一夜明けて彼らは揃って鹿狩りに出かけ、マイケルは見事な鹿を仕留める。ベトナムにおけるアメリカ軍は予想外の苦戦を強いられていた。マイケルは偶然にも戦場でニックとスティーブンに再会したのもつかの間、三人はベトナム人民軍の捕虜となる。閉じ込められた小屋の中では北ベトナムの監守兵たちが、 捕虜にロシアンルーレットを供養し、それを楽しんでいた。発狂寸前となっているスティーブンを尻目に、冷静なマイケルはサディスティックな監視兵の心理を逆に利用し、時期を装って兵士たちに弾層に込める弾を3発に増やすよう求める。これは兵士たちにとって自分たちを瞬時に殺傷する機会を相手に与えてしまうことを意味したが、愚かにも彼らはそれに気がつかず、 複数の弾の込められた銃をマイケルに渡してしまう。果たして目論みは成功し、隙をついたマイケルは監視兵を一掃し、スティーブンとニックを連れて脱出に成功する。丸タで濁流を下るところを、自軍のヘリコプターに発見されるが、マイケルとスティーブンは力尽き川へと落下、ニックだけがヘリコプターで救出される。落下場所の岩でスティーブンは足を骨折するが、 マイケルの助けによりかろうじて川西にたどり着く。マイケルは街道で行き合った興軍中のジープにスティーブンだけを乗せて病院に運ぶように依頼し、自分は徒歩で町に向かう。ヘリで救出され、病院にて回復したニックは最後の町に繰り出し、そこでロシアンルーレット賭博に狂じる集団を目にする。監修の中にはマイケルもいたが、ニックは彼に気づいていない。 怪しげな男からプレイヤーになれば、金を稼げるという誘いを受け、すぐに断るが、実際に、引き金が引かれるのを目にした。彼は急に使われていた銃を奪い自らの米紙に、当てると、躊躇なくその引き金を引く。弾は出ずに、場が騒然となる中、呼び止めようとするマイケルの声も届かず、ニックは誘いかけた男と夜の闇へ消えていく。2年後、マイケルが復員する。 故郷の仲間たちはマイケルを温かく迎えたが、彼はどこかよそよそしく、ベトナムへ立つ前とは雰囲気が変わっていた。スタンたちと久々の仕掛りに出かけるマイケルだが、獲物を仕留めることはできない。その頃スティーブンは、両足と左腕を失い陸軍病院で治療の日々を送っていた。スティーブンを訪ね、サイゴンから彼宛てに謎の送金があることを聞かされたマイケルは、 ニックの生存を確信し、陥落寸前のサイゴンへ飛ぶ。現地でマイケルは、賭爆場のかつての支配人に大金をつかませ、まさにロシアンルーレットが行われている現場に踏み込む。そこには、薬物デジガを失い変わり果てたニックが、伝説のアメリカ人として参加していた。マイケルは胴元に大金を積み、自らも参加を志願する。 ニックと対峙したマイケルは彼を故郷に連れ戻すため、必死に過去の記憶を呼び起こそうとする。やがて、ニックの心が動きかけたのもつかの間、引き金を引いた、ニックの頭部を銃弾が貫き、彼はマイケルに抱えられながら絶命する。クレアトンでは、マイケル以下、スティーブンも参列して、ニックの葬儀が行われた。式を終え、ジョンの酒場に集まった一同は、 ゴッドブレスアメリカを歌いながらニックを思い乾杯する。2015年3月4日発売のユニバーサル思い出の復刻版ブルーレイに収録現在は2019年3月22日角川角川から発売中のディアハンター4軽デジタル修復版スペシャルエディション2枚組ブルーレイに収録ありがとうございます。